仕事に役立つ戦国武将の名言7選。この内容は大河ドラマどうする家康の参考資料として制作しています。目先のことばかりとらわれず、最終的な目標を達成するにはどうすればよいのかを考えた方が良いという教え。リーダーたるもの、普段から周囲の人間の気持ちには配慮し、人を大切にすることが成功の近道という教え。いろいろなことに手広く挑戦するよりも、一つのことに集中せよという教え。機会損失を防ぐために、スピーディーな実行力で、ライバルに先んじることが成功の鍵という教え。自分を過小評価して弱気になるのではなく、自信を持ち、リスクを取ってチャレンジすることが大事だという教え。大きなことを成し遂げるためには、目の前の仕事を一つ一つ丁寧に行うことが大切だという教え。自分だけが良いのではなく、どれだけ多くの人に幸せをもたらすことができるかが、最終的な組織の繁栄につながるという教え。